移動市役所は専用車両で各地域に出向いて行政サービスを提供する市の取り組みです。由利本荘市では昨年9月に実証実験を行ったところ、市民に一定のニーズがあると判断され、今年度から事業が開始されることになりました。車両はこれまで市で所有していたものを活用しています。手続きには車両に乗り込んだ市職員数人が対面で対応します。初日となったこの日は、あいにくの雨となりましたが、移動市役所には早速、さまざまな手続きをしようと市民が訪れていました。市の担当職員に提供される各行政サービスについて伺いました。移動市役所は、この専用車両を、使いまして、各地域を回って、車の中でとか、公民館をお借りしてとかで、各種行政サービス の申請の受付をする、業務です。住民票、印鑑証明書などの、証明書発行、今のところ事前予約制ですけども、その証明書発行、あとは重度身体障害者向けのタクシー料金の助成券の発行でありますとか、市コミュニティバス無料利用者証のお申し込み、入浴施設入場料等割引券のお申し込み、あと鍼灸マッサージ、施術費助成券のお申し込みというのができます。あとは、行政よろず相談ということで、お話伺いまして、必要に応じて担当部署にお繋ぎして相談受付みたいなところも、受け負っております。あとは、マイナンバーカードの、申請手続きとか、あとはマイナポイントの、申請のお手続きも、することができます。移動市役所は今回が第1弾となります。今回はこの日を含めた5月と6月の14日間のうち、市内8地域18カ所を回る予定となっています。7月下旬以降は、車内に情報通信機器を搭載し、住民票や印鑑証明書などの即時発行をはじめ、担当部署と遠隔でつなぐ相談窓口の開設といったサービスに対応する予定です。また市の担当職員は、まずは移動市役所がどんなものか、どのような業務を行っているのかを見ていただき、市民の皆さんにこのサービスを知ってもらいたいと話していました。やってもらってすごい助かりました。ありがとうございます。大変いいと思います。近場でやっぱり遠くまで行くの大変なので、はい、ありがたいです。よかったと思うな、またありがたい。1ヶ月1回ぐらいならいいなって思って言いました。今回始めるにあたっていろんな課題もあると思いますし、この後、住民の方々からの要望であったりとか、地域の要望であったりとか、いろいろお話が出てくると思います。ご要望を、こちら組み上げながら、でより良い事業を実施していけるように、お気軽にお越しいただけるような、移動市役所にしていきたいと思いますので、今後どんどん改善を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。市では今後も地域住民の声を聞き、訪問場所や日程などを改善していきたいとしています。なお詳しい内容については市民生活部市民課までお願いします。